のの寂しさオーパス86からには、ヨハネス・ブラームスの作曲した歌曲。題名は、ロベの寂しさ、のの赤量、のに、一人いてなどとも訳される。1882年出版の、6つの歌オーパス86に含まれる一曲。正確な作曲時期は分かっていないが、1879年から1881年。 ゴロガと推測されており、1881年の12月14日には、詩的に歌われた記録がある。詩は、ヘルマム・アルマースによる。ブラームスの歌曲の中でもよく知られたものの一つで、ブラームスの生前から人気があり、出版社のジムロックは、初版のすぐ後にオーパス、86からこの作品だけを抜き出して出版している。マックス・クリンガーがブラームスに送った連作。 ブラームス幻想の題材の一つにも選ばれている。ただし、ブラームスから楽譜を送られたアルマースは不極置きに入らず気取っていて、嘘臭いと述べたとブラームスは伝えている。ラングザーム、ヘチョウチョウ、ヨンヨンヨン拍子。第一連の音楽が第二連で変化して繰り返される融説形式の変形。持続する低音に乗る友然とした伴奏に対して、 幅の広い旋律が歌い出される。冒頭一匹ルーエスティルイムホヘングルネングラウントセンデラングメーネン、ブリックナーハオーベン、ホングリルンリングスアンシュビアトオーオーアンターラス、ホンヒンメルスブリウェイワンダーサムアンオーベン、大周年バイ王君チンダヒンドイスティフェブラウ、ビーシュナシュティレトラウム、ミアイスト、オストオブイヒエル NGST、ケシュトルベンビングントチーエ、ゼイリヒミットディヒシューゲラウム、 ありがとうございます。